こんにちは。魅力発信板橋ナビの千賀純子です。さあ、夏休み真っ只中ですが、区内の子どもたち、宿題は進んでいますか？私は8月の下旬に一生懸命取り組んでいたような記憶があります。今日はそうならないためにも、夏休みの宿題に最適な施設やイベントをご紹介します。それでは行ってきます。はじめに訪れたのは、東武東上線上板橋駅から徒歩5分の板橋区立教育科学館。教育科学館ということですが、ここはどのような施設なんでしょうか？はい、主に板橋区民の皆様に広く科学に親しんでいただくための施設です。具体的にはどういった展示がされているんですか？まず1階には板橋区唯一のプラネタリウムドームがございます。そして2階には科学や工作の教室を行えるようなお部屋がございます。そして地下1階には子どもたちに楽しんでいただけるような科学展示室がございます。この科学展示室には、身近な科学をテーマにした動かして楽しく学べる展示物が常時20種類以上あります。中でもおすすめなのがジャイロ効果体験です。回すんですか？はい、かなりたくさん回さないといけないです、はい、ではこちら渡しますので、しっかり持ってください。はい、では足を少し浮かせてください。はい、で倒してみましょう。おー、すごい。体が動き始めました。はい、では今度反対側に倒してみてください。はい、ちょっと抵抗感があるんですが、自然と回っていきます。はい、こちら回っているものはその回転の軸を一定にしようとするんですけども、今みたいに動かしてしまうとジャイロ効果という力が働いて、このようにくる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 体が動いてしまうんです。すごい面白いですね。こう、なんでしょう、体験しながら自然と学べるっていうのが面白いですね。続いては子どもたちに大人気の不思議な部屋。普通に立つことができません。あ、すごい。こちら床が斜めになっているんですけれども、はいはい、ただ普通の坂道ではこのようにフラフラはしないですよね。はい、これ周りに秘密がありまして、例えば手すりですとか窓、あと壁に貼ってある絵、すべてこの床に対してまっすぐ設置されているんです。なので目で入ってくる情報と、あと耳の奥にある傾きを感じるところが、2つ入ってくる情報がちぐはぐになってしまって、頭の中が混乱してフラフラしてしまうんです。確かに床は斜めになっているんですが、普通の坂道とは違ってちょっとまっすぐ立っているのが怖いような感じがします。ではこのようなオリジナル商品も販売しています。こちらがその渦巻き噴水キットなんですけれども、はい、逆さまにしてみてください。逆さまに、はい、はい、あれ、水が落ちませんね。はい、落ちませんね。これ実は空気の通り道がないので、水が下に落ちてこれないんです。へー、ではその通り道を作ってあげましょう。ブブルブル、すごい勢いで落ちてきましたね。はい、中に渦巻きができて、すごい勢いで水が落ちてきました。これ空気の通り道があるかないかだけでこの違いなんですか？実はこの接続部分に秘密があるんです。はいはい、でどのような秘密があるかは、こちらの渦巻き噴水キットに書いてありますので、ぜひこちら夏休みの自由研究にお役立てください。教育科学館の夏休み期間のイベントを紹介してもらいます。はい、夏休み期間中恐竜イベントを開催しているんですが、まずこちらにあるのがエドモントサウルスの足の化石なんですけど。足だけでこんなにあるんですか？そうなんです、大きいですよね。あともう一つこちらに並んでいるのが、はい、トリケラトプスの頭の化石です。これ本物なんですか？そうなんです、こちら本物の化石です。すごい、はい、圧倒されますね。
で夏休みイベント中にはこれら以外にもティラノサウルスの頭の化石が来たりとか、あと9メートルの巨大ティラノサウルスの動く模型なんかもやってきます。なんか想像しただけでもこうワクワクしますね。ありがとうございます。その他にも夏休みの自由研究に役立つワークショップも開催していますので、ぜひご来館いただけると嬉しいです。ここでりんりんちゃんからのお知らせです。何何、無料送迎バスが運行されるんだ。これがその行き先ですね。無料送迎バスは教育科学館、熱帯環境植物館、リサイクルプラザ、そしてエコポリスセンターの4館を巡ります。バス乗り場は東武東上線の時和台駅と都営三田線の西台駅です。ぜひご利用ください。次にやってきたのは都営三田線高島平駅から徒歩7分のところにある熱帯環境植物館。見慣れない植物に囲まれていますが、ここはどういった施設なんでしょうか。はい、こちら熱帯環境植物館は、平成6年にですね、熱帯の環境を知っていただこうということでできた施設です。近くにあります板橋清掃工場のゴミを燃やす熱を利用して、それを温水にしてね、こちらに送ってもらって、この温室の暖房に使ってます。本当にたくさんの数の緑が周りにありますが、何種類ぐらいの植物が植えられてるんでしょうか。そうですね、ここに展示してないものを含めますと、約700種植物を持ってるんですけども。700種、はい。皆さんにお見せしてるのって言えば、400から500種になりますね。自由研究におすすめの植物を紹介してもらいます。はい、それではですね、はい、これ皆さんとってもお好きだと思うんですけども、一体何だと思いますか。こちらはこの実が発酵したものなんですけども、こちらの匂い嗅いでみてください。こんな茶色くなるんですね。そうですね。うん、甘い匂いがします。バニラの香りですか。正解です。こちらはね、熱帯植物バニラの実なんですけれども、この実が発酵して、このようになるとね、中に入っている、種、バニラビーンズって言いますけどもね、そちらを香辛料としてお菓子やアイスクリームなんかに使うんですね。他にもバナナの花なども観察。この木は熱帯雨林の生存競争を表しています。こちらのね、木の上にこれね、アコウという一熟科の植物なんですけども、それの種を食べたね、鳥がこの木の上に糞を落とします。そうするとその種から発芽して、やがてこんな大きな、木になって成長できなくしてしまう。結果この木はね、死んでしまうんで、こういった植物のことを締め殺し植物って呼んでるんですよ。締め殺し植物、はい、ちょっと恐ろしそうな名前ですよね。地下に水族館もある熱帯環境植物館、映画でもおなじみの隠れクマの実の生態について教えてもらいます。実はイソギンチャク毒があるんですね、はい、他の魚はね、その毒に刺されてしまうんで嫌がって近寄らないんですけども、この隠れクマの実は体がね、粘膜で覆われていて、イソギンチャクの毒も大丈夫なんですね。ですから他の魚に襲われたりするとイソギンチャクに隠れるというわけなんです。他の魚にはできないことだったんですね。そうですね。2階には生き物に触れ合えるコーナーがあります。はい、こちらはね、ヤドカリ観察コーナーです。はい、実はこの中にね、5種類のヤドカリがいるんですけども、水の中で手に取って観察して見分けてもらおうというコーナーなんですよ。早速水から出さないようにヤドカリを持ってみます。
ないですか。はい、あ、すごいすごい。へえ、あ、触覚を動かしてますね。他にもアジア最大のリクガメと言われるビルマムツアシガメに触ることができます。それでは今後夏休みの予定があったら教えてください。はい、夏休みはですね、毎年恒例になってます東南アジアのアトラスオオカブトやクワガタたちに触れ合えるコーナーですね、昆虫触れ合いコーナー、それから先ほどのヤドカリ観察コーナー、あとね、ムツアシガメのムッちゃんに触れるコーナー、そんなコーナーがあります。合わせてね、ふれあい熱帯館というタイトルで特別展示を行います。生態を知る上でもこう触って身近に感じながら学べるというのがいいですね。はい、お子様たちね、とっても喜んでくれると思いますよ。最後にやってきたのは常盤台駅から徒歩20分のエコポリスセンター。環境について知る、考える、行動するをテーマに様々な取り組みを行っています。この夏休み期間中に開かれる展示会などはありますか？はい、今年のエコポリスセンターの夏休みは企画展が3本立てになっています。一つは山根展と題しまして、日本固有種の小さな小動物の山根をテーマにしまして、山根の生態やあとそれを取り巻く環境について、紹介いたします。2つ目はライチョウ展です。日本の特別天然記念物に指定されていて絶滅が危惧されているライチョウをテーマに、剥製や写真パネルなどで紹介いたします。で、3つ目はその山根展とライチョウ展を見た後にぜひ参加してほしいアニマル迷路になっています。とても大型の迷路になっていまして、子どもが楽しく環境について学べる迷路になっています。アニマル迷路は指定された鍵をもらい、制限時間20分で動物や昆虫などの謎を解いていきます。分かりやすい図鑑が並び、大人も楽しめるようになっています。再びりんりんちゃんからお知らせです。こちら、四冠スタンプラリーと物知り博士クイズ大会が開かれます。8月28日木曜日までエコポリスセンター、教育科学館、熱帯環境植物館、リサイクルプラザを巡りスタンプを全部集めた方は抽選でプレゼントがもらえます。そしてスタンプラリーを終了した小中学生はエコポリスセンターで行う物知り博士クイズに挑戦できます。りんりんちゃん当たるといいね。皆さんぜひ参加してください。7月7日友好交流都市の石川県金沢市から氷室の雪氷が贈られ、区役所を訪れた人や保育園児が束の間の涼を楽しみました。続いては区内のこれからの情報をお伝えする板橋インフォメーションです。9月15日月曜日まで郷土資料館では区で活躍している様々な分野の職人たちの作品を一堂に展示する工芸展を開催しています。8月1日金曜日から7日木曜日はエコライフウィーク。区は地球温暖化防止につながる様々なイベントを行います。この機会に環境について考え、地球に優しい生活を始めましょう。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたでしょうか。これからも板橋の情報をどんどんお伝えしていきます。それではまたお会いしましょう。